愛の今しめる。うわ、赤いの3ラン打たれてるやん。ほんまに頑張って、西武で存分に活躍できますように。楽天に3ラン打たれたけど、まだ1点リードしている。ちょっと左に打たれすぎだな。対策なり起用法なり考えた方がいいな。だからかいのは慣れさせすぎだって。もしかして左打者に弱い？左の強打者いるチームでは出しづらくなるな。やばいです。急に調子を崩しつつあります。フォーク以外の空振り率が悪すぎて、速い球は絶対的にバットに当たるから運任せで見ていて怖い。フォークピッチバリューを教えてほしいな。甲斐のすらは良くないのに、今井と同じような使い方した子だもあれ。今井の後だと誰が投げても打ちやすい。山川叩いてたソフバンファンバカにしてたくせに結果これ。しっかりしろ。ソフバンが結果的に放出したのも安定感に欠ける、そういうとこやぞ。ええ加減に西洋負けパターンでしか使えんやつか、令和の俺たちか俺たちなのか。調子の波の浮き沈みが激しいとは聞いていたが、こういうことだったのか。岡島のあれが入るあたり飛ぶボールになった可能性は高いけど、それはそれで甲斐のは一旦休ませた方が良いと思う。ご視聴ありがとうございました。